返しろ秀吉。秀吉。秀吉。秀吉殿。もういいか、政務が山ほど残っている。水成、てめえなんでそんな涼しい顔してやがる。なぜ今泣かない。その賢い頭、泣き方すら忘れたか。泣けよ泣けるだろ、三成。聞こえるか、城内に響く家康殿の泣き声が。あの家康殿ですら。泣いても秀吉様は戻らぬ。俺には俺のやることがある。主君を失ったばかりの男には見えんな。家康は本当に悲しみ、心から泣いている。だが奴は明日には変われる。目指す者のためなら涙や情など容赦なく捨てることができる。ああ、家康は底知れぬ男だ。だから変な気は起こすな。余計なお世話だ。誰に出す書状か知らないが、字がにじんで使い物にならぬだろう。もう今日は休んだ方がいい。余計なお世話だ。小田原に北条を下し、秀吉は天下統一を成し遂げた。だが秀吉、そして前田利家が相次いで没すると、天下は再び大きく揺らぎ始める。天下の実力者徳川家康と政治の中枢を担う石田三成の対立が表面化したのである。そんな折、三成と密かに通じていた上杉家が家康に対して弾劾状を送りつけ、公然と反旗を翻す。家康は上杉討伐のため会津に出征。その隙をついて三成は畿内で挙兵した。三成挙兵の報を受けた家康はすぐさま軍を反転。天下を二分する戦が日の本の中央関ヶ原の地で行われようとしていた。天下統一の将関ヶ原の戦い。家康の野心は明白。奴はありとあらゆる手を使い、秀吉様が作り上げた治世を覆さんとしている。義は我らにあり。この一戦に勝ち、豊臣の世を守り抜くのだ。
の軍略披露しましょう。時の流れには逆らえない。俺の志バカには分かる。橘の戦に負けはない。大博打参ろうか。俺の軍略披露しましょう。橘の戦に負けはない。もはや殿と清正さん、正則さんの関係修復は不可能。裏で暗躍しているのはおそらく東堂高虎。あの男は小野川主のためならどんな手でも使うだろう。たとえかつての友が窮地に陥ろうと。子飼いが分裂したことで時代の流れは大きく徳川に傾いたな。俺は殿に言上したんですよ。家康一人殺せば肩がつくと。でも殿は全く耳を貸さない。正々堂々と決戦するだそうです。決戦する戦力も人望も賞賛もないのに、一言で言えば意地っ張りの大バカです。今さらながら俺と殿を結びつけた人を恨んでますねえ、義継さん。安心しろ、俺も最後ぐらいは流れに抗おうと思っている。そいつはよかった。意地っ張りでも三人揃えばなんとかなりますかね。お嬢、また意外な場所で会うたものよ。立花は博打を打たず手堅く家康断気につくと思うていたがな。豊臣に恩があるゆえ三成についたまで。立花は受けた恩を忘れぬ。無論受けた屈辱も。怖い怖い。この首東軍に取られるやら西軍に取られるやら。安心しろ、立花は味方の背中を切る真似はしない。だが死ぬ気で戦え島津。戦を放棄した戦屋に価値はない。その時は容赦なく屈辱を晴らすぞ。お嬢、それは激励か。関ヶ原に季節外れの雪が降りそうだ。ちょうどいい。勝利の宴は温かいたぬき鍋と行こう。さて、天下分け目の決戦だ。俺の軍略の全て出し切るとしましょう。どけ！俺は三成に用があんだ！どけませんね。大切な主を出せるわけにはいかないんでね。先行！任せよ！定める大一番よ！皆、心を一つにして全軍を打ち破らん！秀吉様の恩を仇で返すと、その不義、俺が正してくれよ。つまり、清正と喧嘩しやがった。一人で勝手に突っ走りやがった。
ましたよ。打ち破った勢い大事にしたいね。速攻で切り込む。敵の侵入を抑える。手加減なしだ。なるほど、男が惚れる男だ。黙らせてきましたよ。間に合った。
何故軍を動かさぬ。戦はもう始まっているのだぞ。ご覧の通り、敵に囲まれておる。軍を動かそうに動かせぬ。まったく、この後に及んで殿の尻拭いをすることになるとはね。
じまさる鬼気迫る戦いぶりを名高くお主の相手にふさわしかろう。はっ、この忠勝にお任せあれ。過ぎたる者耐えられ、この忠勝が地獄へ案内いたす。勝利条件変更。家康に過ぎたる者まで引っ張り出すな。ここで踏ん張れば俺の軍略が当たる。パリなんでね。俺は生きねばならん。沢山までもうすぐ。そうすれば再起も。石田三成か。この者三成か。土地の者なら分かろう。偽らば親族ともとも皆殺しだぞ。答えよ。この者は三成だな。余計なお世話だ。秀吉様、今参ります。